メンタリスト DAIGO ってさ、差別主義者だよね。はい、こんにちは、タクです。まあ、最近ね、めちゃくちゃ炎上してんだけど、まあ、彼ね、いつもね、上から下に見下す、自分がね、ちょっとお金稼いでるからってね、お金ないことのない人のことを、まあ、見下すね、まあ、最低なやつなんですけど、まあ、今回ね、まあ、どういうこと言ったかというと、まあ、生活保護の人、まあ、ホームレスの人に対して、まあ、差別発言を、まあ、していたわけです。で、まあ、差別発言とかしかあのニュースには書いてないんだけど、どういうこと言ってたかというと、まあ、生活保護の人、生きていても僕得しないけどとか、まあ、あと自分にとって必要がない命は僕にとって、まあ、軽いので、まあ、猫の方がいいとかさ、猫の方が可愛いからとかさ、まあ、そういうこと言ってるわけで、まあ、人の命とね、まあ、猫を比べるってそもそも論外でしょ。うん、まあ、人としてね、終わってるなっていう感想しかないです。で、そうだね、ホームレスの命はどうでもいいとかさ、みんなそう思わないとか言ってんだよ。いや、そう思わないって、お前だけだろって。そんな異常な考え持ってるのお前だけだって、どう考えても。で、なんかね、僕はね、生活保護の人たちにお金を払うために、税金を納めてるわけではないからね。生活保護の人たちに食わせる金があるんだったら、猫を救ってほしいと僕は思うとかね。まあそういうね、ことを言ってるわけ。うん。生活保護の人より猫しかね、大切だっていうね。まあことを、そこはね、結構強調されて言ってるんだけど、そもそもね、差別発言をね、連続しております。まあそういう感じでね、なんだろう。みんなね、騙されてる。うん。結局さ、金稼いだらさ、そういう人たち、そういう人ってさ、自分が一番偉いと思い込んでさ、そういうのさ、ホームレスとかさ、そういう生活保護もらってる人を、本当差別するんだよ。で、まあ、見下すっていうのがね、一番ね、まあ、多いんだよ、こういうパターンで。で、まあ、人としてね、マジで終わってるなと思うんだけど、まあ、そういうのも含めてね、DAIGO信者がね、いっぱいいてね、なんか DAIGO は悪くありませんとかね、DAIGO を擁護する、なんかね、なんか人権派の人たちは DAIGO のことを批判するけど、なんか全然悪くありませんみたいなね、ことを言うんだけど、いや、人権派じゃないから、普通の常識ある人だから、常識ある人でもうおかしいよねって思ってるわけだからね、別に人権派でさ、なんか悪いって言ってるわけじゃなくて、普通の人でも思うって、お前らどんな頭してんだよってね、マジでね、やばいやつらしかいないんだよね。DAIGO信者やばいよね、マジで。俺の動画見てたらね、なんか言ってこいよとかで、多分何も余裕はないよ。彼らはね、まあ、DAIGO にね、支配されて、まあ、メンタリスト DAIGO に支配されて、そこの社会の中でしか生きれない人たちだからね。わかる？社会に出たら全然役に立たないし、使えないし、社会で生きていけないんだけど、その DAIGO の世界の中で生きている、まあ、やばいやつだね。DAIGO信者がね、まあ、いっぱいいるからね。まあ、皆さんも気をつけてください。マジで。結構ね、何でもね、信者がいるんだよ。そういうね、メンタリスト DAIGO信者みたいな。結構な数いると思いますよ。ちょっと昔はね、N 国党信者とかいたんだよ。知ってる？僕らもね、過激なやばいやつらなんだよ。マジで。やばいやつらでね。大体ね、そういうなんかやばいこと言う人たちの周りには、やばい信者がいるわけなんだよ。まあ、宗教みたいな、そんな感じになってる。わけ。まあ、別にね、全部の宗教が悪いって言ってるわけじゃないんだけど、その過激な感じになってるっていう話。まあそれでね、なんかね、まあ普通の人はね、おかしいんじゃないのって思うからさ、まあメンタリスト DAIGO がホームレスへ、まあ、差別発言してるってみんなね、いろんなところで言ってるわけ。まあ、それが普通だと思うよ。あれ OK だったら何でも OK だからね。ヘイトスピーチも OK なわけだから、あれはやばいでしょう、どう考えても。